はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは。スシローカンナでございます。それでは、バンパイアサバイバーズ。もう一回生きるようになってる。ですね。隠しキャラ増刊の図書館で反転。お急ぎだけ外すか。お急ぎも、一応外すか。スタート。どうしようかな。そこ、隠しキャラが、なんか導きがなんたらかんたらって言ったから。あ、でもなんかピン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 、危ねえ、危ねえ、危ねえ。どうしようかな。とりあえず、バナズボックスとか、そうでしたね。早いんでしたね。ビギ、ん？なに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 ？待て待て待て。戻れなくなったよ。戻れなくなった、どうして？ あれ以外取れなくなった、急に。え、ちょっと待って、マップ。導きがあんの？神の導きがあんの？アテナ。ああ、ランダムってことね。はい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 。変えたいときは？変えたいときは？ 帰れなかったよ。帰りたいときはどうしたらよかったのかな、あれ。帰りたいときは真面目に選びなさいって話。真面目に選べば良いんだろう。とりあえず、空白感を取りして。勝利の剣。探索するか、じゃあ、レベル上げつつ。安定してるから、マジでいいよ。気持ち悪いね。あ、いや、みちみち？シャノワにして。なんだ？なんかある？階段っていうか、橋が登ったりとか？なんかガスターみたいなさ、みちっていうのやったっけ、あれ。なんか特殊な数値上がるとかあるん？あ、敵消えたって思ったら、おるんかい。おったわい。謎ボックス上げて、トレイサー。あと何？経験値。スペルバインダーがいらんやろ？交換ぐらい持っとくか。幸運。クローバーとか持ってみる？なんて書いとったっけ、あれ、展開。それともあれか？商人のおっさんか？商人のおっさんに話しかけるとか？この紐に攻撃するとか？攻撃して。お姉様？お姉様？お姉様？ お姉様？お姉さん攻撃した。なんもないわ。お姉様、あれをやってくださいな。よくってよって言え、この。女王様、お姉様、お姉様、お姉様、商人様が、商人様はどこですか？おい、商人。商人、お前なんか知らんか？ん？あ、お金で、アルカンとか買えるんやね。へぇ。アルカン金ごっそり持っていかれるんや、あれやけど。なんかあるかな。マップの境界線越えるとかかな。走ってみるか。いっそもう。こんなあった？わかんねえ、もう。なんかねえ、どこやったっけ？ガロタワーみたいにさ、入れるとこがあるんだろうけどさ、多分。はしご登れもしない。でも、行けそうなとこっつったもん、なんかはしごとかさ、こういう垂れ幕の向こうとかさ、こういうとこね、こういうとこ。
グランドピアノ弾く？弾けないよね。あ、もう攻撃頻度やばくなってきたな。レベル3なんやけどな、まだ。何か変わったもんがあるって感じはせんけどな。なんだろうか。キャラが悪いか。キャラが悪いはありそうやな。強いな、このキャラ。弱いキャラやないといけらんと。隠しキャラやからな、言うて。まあ、この教会がなくなってきたね。そういう感じなのかな、これも。そういう感じやと思うよ、けどな。勝利の剣。勝利の剣。とりあえずまだ行こう。なんでお前出てる？取ってないのに出る。取ってないのに出るはなしやと思うんだけど。よし、オッケーオッケー。オッケー。オッケー、丸。ケマル水産株式会社やけど、どうし、ああ、出た。強いモードになった。特にないなぁ。不思議と。狙って取るは難しいけど。なんか変わった本が一冊だけあるとか？まだってもう境界線超えてなかったもんね。なんかフライングで出てくるこいつら取ってないって、私取ったら出るよ。わかる？言ってること。ほら、お前、特にお前。お前。どうしたのは。腹を取っていっとこう。なんだ、ドイツだ。なんか、こいつこんな寒かったっけ？あ、濃くないよね。わかんねえ。え、めっちゃタフなんだけど。どうして？お前よくわかってねえわ。みんなよく調べてからやろうな。やりたいことがあるときはよく調べてからやるか。危ねえ。なんでこいつこんな垂れてくるの？え、そんな HP 高かったっけ？ほら。私は忙しいんだ。あ、やべ。まあ、いっか。あとは捨てよ。危ねえ。よし。んで、いいか？仮面とか取っとく？あんまり関係なさそうやけど。あんまりどころか関係なさそう。普通に。何だ。何があるんだ。あいつらを倒、ん？増えた？増えてないな。先回りされて、増えたって思ってた。なんか怒ってほしいな。てか、エンドレスモードと反転モード両方じゃないと出えへんのか？そんなめんどくさいことさせる？させるかもしれんけど。だってもうだいぶ来ちゃったよ。お前耐えるな、だいぶ。反転も 200% やろ、倍やろ、言うて。倍でこれやろ。ちょっとしんどいな。それはちょっとしんどいぞ。どうした？危ねえ。
どうしたものかって言うやろ、人が。人が喋ってる時でしょうが、この間。なんもないけどなぁ。どうしたっけ、こいつらこんなタフかったっけ。もっとタフくしちゃったけど、今。あやと一体倒れた。長かった。でも倒れるんやね。なんとも言い難い、すごくなんとも言い難い状況、でも言われる状況にある。てか宝箱出なくない？気のせい？こんな宝箱持ってる敵って少なかったのか。少なかったかもしれねえ。少なかったらごめんやけど、双眼の図書館ってここやろ？ここやな、双眼の図書館。どういうこと？よし、キャラどういうこと？攻略見たくないしな、こういうのって。いつも調べるくせに。いつも調べるくせにたまにこういうことするからな。宝箱あるやん。ユンちゃんまだ進化せんやん。マジかよ。危ない危ない危ない。そうだね、いいこと起こってくれよ、クローバーあげようやで。クローバー困るか。あー、ゴールドフィーバーだ。ゴールドフィーバーしとくか。ゴールドフィーバーしといて、とりあえず。バニッシュアメン。困ったな。普通に困ったわ。危ない危ない危ない。あいつらがタフいけんな。うーん、仮面でいくか。どうしたのだ、どうしたらよいのだ。なんか背景変わってきとるのか。なんで私のお腹が鳴ったぐらいかな、変化といえば。今バンパイア取るときお腹空いてる。そうだね、なんとも言い難いな。あれでもあいつら消えた。ああ、おるんかい。連れてきとるんかい。消えたって思ったら。じゃあ倒すとか。別に倒されたくはないからな。私たちの手を、私の手を取るだろ、なんだろうって言ったけど、手なんてないじゃん。手なんてねえよなぁ。あ、10分だった？はい、オッケー。はい。あ、倒れた。倒れた。終わった。どこだよ、敵。敵じゃねえな、このキャラ。どこだ。今どこだ、マップ。この回線はあるね。あれ、完全にないとこってないんだったっけ。ちょっともっと奥、もっともっと奥。ズンズン奥に行くか。ズンズン奥に行けば何かしらある。言われない。そうに違いない。もうそうしかわからん。そうとしかわからん。目印の商人置いてきたらよかった。どんだけ離れたかわからへん。どんだけ離れたんやろ、今。まだレベル49。時間は10分。わからんな。喋ることもないよ。
そろそろ喋ることがないよ、すでに。あのね、雑談力が最近ないって言われてる。頭回ってない時間に撮るからだろうな。頭回ってなくても喋れるはずなんやけど。ん？ああ、詰まっただけか。ここなんかあるんだろうな。あ、そうやね。詰まっただけやったわ。なんか詰まったからマップの端に来たんだって思ったら全然違ったわ。もうゴールドフィーバーやけん、輝いとだとか。どこだよ。まあ、どんぐらい？全然やね。こんな離れてもうなんもないもんなんですか。わからん。もう一回見てきていい？一回出て。一回出るね。これじゃね、シークレット。反転した動画の中の中だけ目に見えるとき、いい友人が道を示してくれるかもしれない。動画の図書館に行ったらなんかあるんやろ？猪木で行くか。猪木、象眼の図書館。あ、音楽か、これ。ただの音楽でしたか。まあ、大急ぎ。ハイパー大急ぎ。エンドル全部つけていくか。こういう時は全部乗せや。で、クリティカルよりかは。はい、マッドグルーム。頼むて。十字架にしとこう。あぶねえ。んで、足おっせえな。目に見える時ってなんだ？目に見えてねえよ。マットグラウンドがあるから空白は取らんでいいやろ。あ、ろうそくにしょ、とりあえず。困ったな。まだ目に見える時。その時あるんか。その時ある目に見えてる時あるんか。マップには見えてる。命の器。ホローハートって命の器って訳され方なんやな。なんか、ノーバディみたいなことやな。ノーバディみたいな感じな。いいな、言い直してしまったけど、物にして、とりあえずね。目に見える。目に見えるってなんだ。わからん。どうすればいい？教えてくれ、ララ。ララ。教えて、ララ。このままオクラシュー行きは嫌だよ。私はオクラシューは作りたくないんだ。オクラ行きにはしたくないでありんし。お腹すいた、やばい。喉乾いた。あれ、十字架でいいか、まだ。空白はあるからいいやろ。プレイさんでもよかったっちゃよかったなぁ。あんま倒せれてないなぁ、数。呪い。呪いは取らぬ。目に見えるとき、そのとき、
目に見えてはいないんだけどな。あ、すげえ難しいヒントの書き方やな。老眼の図書館どこ？そっから不安になってるけど。ここにもヴァンパイアおらんってどういうことや。今更やけどさ。前回ね、ボスと戦ったわけですけれども。なんなんだろうな、じゃあ結局ヴァンパイアってどこに出てくるんだろう。そんな。でも、クロノトリガーの魔王みたいに仲間になるんじゃないって踏んでるけど。あげとこう。複写ね、複写の輪が欲しいね。観測する。眠たーって言うわ。眠たいよー。朝早くに撮ると眠たいよね。まだ外暗いもん。まだ外暗いもん。早起きしてまで何を撮ってるんだって話やな。うん、でもめっちゃダメージ食らってるね。やばいね。一遍死ぬとか逆に。ありえそうじゃない？一遍増加の図書館でやられるとかさ。彼が手を差し伸べるって言うんやろ？どこで彼が手差し伸べてくれるかわからんねんけど。まあでも肉いっぱいあるわ。前回、あー、取っちゃった。間違えた。癖で取ってしまった。癖で取ってしまった。もういいじゃあ取ろう。ガンナやっぱ普段の癖でね、空白の書を見つけたら取るっていう。いかんなぁ。あるって読むね、マップに。よし。寄せてって言ってもそんなに倒してないんだよなぁ。何？副車の輪。副車の輪が来ねえ。どうして？もしマックスの、とりあえず、ループレーサー。今、中二秒臭かったな、めっちゃ。奇跡の間だやもんな。中二秒臭いな、急に。めっちゃ初期向きでいってるけど、ティーラー、ティラミスはいいかな。一回復活できるし。一回やんな。せいなら風にしといて。せいなら風にしといて。ご友人はいつ助けに来てくれるんですか？やられてみるか？とりあえずまあ、ムチを進化。あれムチマックスだろ？なんで進化しねえんだ？ギリギリ10分じゃなかったかな、あいつ。なんでお前出てくんの？取ってないよ、私。そんな近づいちゃったかな、私もしかして。だから近づいちゃったんかもしれん。ごめん。そんな気はあなた、そういう関係になるつもりはなかったんやけど、ごめんね。いいお友達でありましょう。そういうさ、付き合うとかそういう関係になろうと思って近づいたわけじゃないのよ。いい同僚として、仲良くやれたらなって思って、話しかけたんであって、そんなお付き合いとかそういうのは私はちょっとね、そういう対象に見えないんでね。いらない。めっちゃ追いかけてくる。やばい。執着してくる。めっちゃ怒ってる。めっちゃ怒ってるよ。どうして？進化させて。
ブランディー、いや、血の涙、血染めの鞭。副車取ってねえだとか忘れてたわ。なんかダンス少ねえとか。副車の輪だった。とりあえずオーナーあげて。あるか、あれあるかな、じゃねえ。あっちかあるかな、あるかな、やーい。あるかな。よし、あるかな。反射。反射の方がありがたいんだよな。俺にしようか、とりあえず、聖なる血統。聖なる血統ってあんな感じやったんやな。あんまりよくわからんと言いよったけど、めっちゃ強かったな。反射ダメ持ちなんやな。反射ダメ持ちなんやな。なんか変なに、イントネーションになっちゃったけど。めっちゃおふざけてくる。やばいし、ストーカーになっちゃった、同僚が。同僚がストーカーになっちゃったよ。私も一回ストーカー被害に遭ったことが。あるんだけど、ここまで粘着じゃなかったな。駐車場で車の前で貼られてたりとか、あたい副車のありがとう。なんか今すごいこと言っちゃったけど、一回ね、そんなことがあったんですよ。まあ、全然ね、警察だったとかじゃなかった、にはならなかった、ならなかったとしはしなかったんだけど、同じ同僚、仕事のね、同僚だったから。まあね、車の前で貼られると思ってなかったから。今となっては笑い話だけど、当時はすごい嫌だった。怖かったなぁ。いらない、これいらない。いらない。見えないから撮っちゃうよ。どうせたまには進化させてみるか。ループレーサーたちを。これはいる。聖なる火星。いらない。これいる。細かくなる。みんなストッカーはしない方がいいと思うな。そこまでして欲しいものでもなかろう。それでいられる関係なんて腐ってると思うね。もうなんか必要に敷かれてしまって、大変なことに、大変なことにってわけではないけど。なんかね。嫌な。嫌な気持ちにはなりますね。やっぱり。やめような、みんな。みんなダメだでしょ、ストッカー行為は。誰も得しねえからな。ここで何を暴露してんのって話、ね。雑談枠とかでね、やれれば、話してる機会があるかもしれません。今はその同僚さんとは働いております。そう、人間。通しろかな人間体がね、なぜか変なやつに叱れやすいんだよね。変なやつに叱れてしまったなぁ。困っておったのじゃ。一時。あ、花、ああ、今。まセンコ、マセンコがあったよ。でもマセンコはとっても黒ブレスレットじゃねえんだよな。マセンコ、マセンコは埋まってマセンコ、マセンコ出ねえ、マセンコさっき出たよ。頼む頼む頼む、もう一回もう一回、ワンモアチャンスワンモアチャンス。もうお前はいら、魔法人五方星の魔法人とかもうお前二人の五風剣じゃねえわ、六芒星の字幕や。五芒星の字幕を使うんで。何やったっけ、なんか話しちゃった、私がストーカー被害に遭いよったって話か。いや、すごかったですよ、あの頃は。もう、だって、ねえ、本当に、本人は悪気がないって思ってるのが一番立ちが悪いからね。皆様も気をつけてください。なかなかね。いや、でもすごかった。やっぱね、なんだろう。
自分中心主義の、完璧な自分中心主義だったからな。すごかった。私がこう思ったんやからあなたもこう思ってるんでしょうって言われたの。ってなった。まあ、これ以上話すのもあれなので、話しませんが。はい。あの、持つではいらん。魔線香欲しかった。魔線香が良かったよ、魔線香。魔線香魔線香ってあれか、ご飯、ご飯だったっけ？ご飯だよね。ピッコロさんじゃないよ。ご飯だ、ご飯、ご飯、ご飯。ご飯だった気がする。思い出す、思い出す。変な話題が出たせいで。変な話題が出たせいでもう、なんか変な空気になっちゃったやん。どうしてくれんね、勝利の剣も、勝利の剣も気になるけど。でも全然出てけえへんね、あの、なんか、手を取りなさい、あなた、手を取るのです、みたいな感じの。あ、いや、一回死んでみるか。ないな、別に。そんなことなかったわ、別段。死に損やったわ。ただの死に損でしたわ、私も。ルートです。あれ、斧ってまだ。あ、斧全然上がっちゃらん。マジか。上がって進化すると思った。ルートレスばっかりじゃないか。まあ、ええか。あ、斧上がった。あと1個やね、斧。困ったな。思った以上に上がってなくて困ったわ。レベル52やん。全然上がってないやん。どうしたん斧にして、進化。まあ、エンドレスモードやね。エンドレスワルツ使う。エンドレスワルツ。アイフィーランリフレクション。ホワイトリフレクションが流れちゃうわ。トゥーミックス。トゥーミックスじゃねえな。トゥーミックスさん。ガンダム X と、ガンダムウィングのね、混ざるけん。わからんくない。あ、倒しちゃったわ、ガーラ。倒しちゃった、意外とみんな。どうしよう。レベル5やろ。なんか出ないね、全然なんかそれらしい。あー、取っちゃった。まあ、いっか。今ね、7ルートレスワルツ。8で進化。進化させてね。で、なんか皆殺しって見えたけど気のせいだね。あ、とにかく、魔線香、魔線香はまだか。魔線香待ちだよ、花火、おい。花火。花火が出るまで粘る。くそ、いっぱい出たのいいな。ほら、皆殺しの方の花火じゃなくてさ。結局、隠しキャラどこやねん。ケース、でもケース。もう一回出てくんの。出てくんの。出てくんの。おねげーだ。おねげーだ。出てくんの。全然出ない。いやー、全然出ないんですけど。私ってあれかなさ、どこに置いてきたん？最後の一個。これあるかな？あるかな？これか。最後の一個がわからんかった。リロールは置いときたい。どうしよう。ブーメラン跳ね返すか。
ブーメランじゃね、十字架からのブーメランって言っちゃった今。全然ブーメランじゃないよ、十字架だよ。これで進んでいって、友人が手を差し伸べてくれるの？そんなことある？BGM も変化はないし、あ、危ね、ピンクの死神ってここやったっけ？え、倒した。動かないし、これ倒そう。よし、レベル上げて、ナイフはいらない。ここは死の指輪じゃない、雷の指輪もいらない。ピンクの死神、ピンクの死神って向かってこんのやな。今知ったわ。あ、でもめっちゃダメージ食らっていいよ。危ない危ない危ない。ダメてたわ、ちょっと。ソン・ゴブ・マナー。あ、そこ、爆発系の敵、なんか、砲台みたいなのやったっけ。あれ、私ピンクのやりやるのお初じゃね。初めましてよね。エンドレスモードやから死神出てくるはずだよなって思ったけど、こいつは出てくるんだね。もう倒したらなんかあるんかな。わかんねえ。ブレスレットならある。あたたたーあたたたたーあたたたーあたたたたーあたたたーあれ、急にガンダム、ユニコーン、ガンダムユニコーン。会えるね、死に神くん、あなた。あなたが耐えられる、あんたに耐えられたらめんどくさい。花火、汚ねえ花火が欲しいな。エンドレスモデル、敵どうなるんやろって思ったらさ、敵一周してるっぽいね。31分っていうよりかは1分みたいな、ああいう感じに感じる、ああいう感じに感じるって日本語変やけどさ。帰るね、死神。あー、やべ、爆発する、爆発するんだった、爆発先輩だ。ちょっと激しめの1分目って感じ。こんな感じや。三つ葉のクローバーだよ。エンドリスモードやったら別にあれか、宝箱取り尽くしても問題はない。エイジのスパラを消さんかったっけ、私。赤い方消したの。帰るな、運で死神。めっちゃ耐えてくるやん。はい、なんもない。こっちに移動するかな、こっちのレベルに。あ、殴り続けとったらいつか勝てるか。これだけがポジティブだな。あの、もうネガティブなくせに。ネガティブか、あんまネガティブな思考がしてなかったです。かもしれないかもしれないもんな。何かあるまではきっとこいつを倒せば。君を倒せば、きっと、何かがあるはずなんだ。君が泣くまで殴るのをやめない。汚ねえ花火。花火出たのにもう一回出してほしいな。ミッドブレイクもしてよ、早く。お腹が空いたから早く終わってほしいな。来たー、極大千年。頼むで、極大千年。なんかさ、今、ポワワワンって
バンジョーとカズイがさ、変身するときの音みたいなの流れてるけど、大丈夫？気持ちいい？なんか、わわわわんってちょっと言うかな？段数が違うか、これ武器？あ、花火上がるねえだよ、確かに。え、この花火か。ああ、間違えた。この花火があれだな。やべ、ルーン大社の進化したあいつのせいで、どっちがどっちかわからへん。特大宣言。強い？わかんねえ。ごめん、わかんねえ、ほら。基本よダメに順番ってやけん。レオルンやろうな。普通に。進化いつ耐えれるの？お前は。ダメ班あるから、倒れるんやろ、いつかは。ランセット先輩たちに来てもらった方がよかったんか。めっちゃ耐えてるよ、あの死神。この、どうだ？まだ倒れる。何万あんの？お前の財布。結構殴るようだけど。弾数追加。弾数追加。そして花火。花火っていうかなんだ？虹か？きらめくレインボーか？あちちのステップか？サンタくんのステップかもしれない。マジに幽霊渡るのオープニング曲、いい曲やくんね、ステップ。何の話、吉田また帰ってきたか。いつものヴァンパイアサバイバーズのノリが喋ることがないから全然関係ない話。ダンスアウトレベル何本？9がマックスね。はい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 。やっぱ響きなんやな、じゃあレベル9まであるって。もう上がりきるね。フィニッシャーを有効にするってなんです？フィニッシャー、フィニッシャー。あ、なんか下から、下からなんて言ったらいい、ライブとかであるあれが出てるけど、どういうこと？あのライトにダメージ判定があるの？じゃあもうちょっと下に行くか？どういうこと？よく分かってないよ。ちょっとアイテム回復ができてて。あ、でも爆発に巻き込まれてんだ、だいぶ私。時止め使って。殴り続けて、フィニッシャーって、進化はしない。対応があるタイプかな、対応するオプションが。殴り続けるか、とりあえず。あ、ダメージ食らって、ダメージ食らうからだるいな。なんだこのピンク。ピンクちゃん。ピンクちゃん、お前硬くねえから、意外と。何があるんだ、ピンクちゃん、君を倒せば。ピンクちゃん、10分ぐらいネバールくんしてるけど。ピンクちゃんじゃなくて、ネバールくんやん、ただの。ピンクちゃん？
どうしてピンちゃん。困ったな。倒れねえな、なかなか。とりあえず、適応性で回転回収して、レベル上げて、でも88か、まだ。意外とあれやな。なにもしかしてエンドレスモードやで倒せれらへんって言う？殴る？殴るだけ殴ってさ。わからん、このフィニッシャーが何を意味したのかわからん。わからんの、どういうことだ。あ、めっちゃ食らってんな。レベル上げて。でも何、一回画面外からフェードアウトしたら、体力消える、体力回復してるとか？そんなめんどくさいことある？そんなことないよな、このヴァンパイアサバイバーズに限って。頼むよ、みんな。なんかこれが一番早いと。画面振るけど。レベル上がってるけど、なんも今。今やな、まだまだやな。ほら、早く倒れろ、ピンク。ピンクちゃん。キャンディーケンとか出えへんのかな？出てくれてもよくね。キャンディーケンじゃねえ。キャンディーケンはただのあれやな。お菓子のは、あの、杖のやつやな。クリスマスによく見られやな。出んのかな？やっぱ出なさそうやな。出る頻度落ちたんかな？エンドレスやと出んとか？あからん、めっちゃ耐えるこいつ。おか、この8の字運動なら、一番ダメージ効率が。あ、倒せた。え？え？え？え、待って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 。もう一回、ワンモーチャンス、ワンモーチャンスできた。え？どういうこと？ヒントあった？あんなに。あんなにヒントあった？ヒントちょうだい。こっちゃ。ここ2本と、ここ。ということやろ。わかんねえ。わかんねえ。なんだよ、あれ。ヒント、ヒント。ちゃうんか。
なんか、わかんないよ。わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。どっかどっかどっかないん、どっかないん。答え答え答え。答えくれ。あのさ、アルコールティッシュで血吹いたらさ、これどこって調べられへんけん、あれなんやろな。あれなんやろな。わかんねえよ。どういうことだ。なんかどっかにヒントあったんかな。わからぬ。助けて。ヒント。ヒントは？いつも心の中に。なんいらん。のピアノ何？ピアノ弾けんからわからんのよな。でもとりあえずこれがドレミファソラシドになってくれてるんだったら、どうシャープだったっけ、フラットだったっけ、ミファソラシドシドドレ、わかんねえもう。ヴァンパイアサバイバーさん、急にそういう謎解き要素入れるのやめていただいていいですかね。わかんねえ。教えてくれよ、お前、魔女。魔女。あの、こうして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 。わかんねえ。惜しいとこまで行ったんだけどな。見てもらっていいですか。いい友人が道を示してくれるかもしれない。示してくれなかったけど、示してくれなかったよ。はい、ということでちょっと時間も長くなりそうなので、今回はこの辺で終わりたいと思います。全然できんかったな。まあいいか。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。せい、バイバイ。バイバイって言って、ゲームを先落としてしまったな。せい、バイバイ。